馬の塔は平安時代に坂東で見られた自ら武装して租税等の運輸を起用とする馬による集団を指す。彼ら自身も少なからず軍刀行為を行った。律令政下において地方から機内への徴用の運搬を担ったのは軍事不合層であった。主に衆運に頼った西日本及び日本海沿岸に対し、 馬巻に敵士たちが多い東国では馬による運送が発達し、これらの二の運搬と安全を請け負う馬と呼ばれる集団が現れた。特に東海道足柄峠や東山道風水峠などの交通の難所において活躍したと見られている。一方で8世紀末から9世紀にかけて軍団が廃止され、上地の国家正規軍がなくなると地方の治安は悪化し、 国家の厳しい徴用取り立てに反抗した軍刀の王冠が状態化するようになっていた。馬はこれら軍刀に対抗するため武装し、また自らも他の馬を襲いにや馬の強奪をするようになった。この背景には当時の東国における製鉄技術の発展を指摘する見解がある。また現在の東北地方から関東地方などに移住させられ、旧世紀に たびたび反乱を起こした不襲と呼ばれる人々も、移住先にて、商業や輸送に従事しており、馬の先駆的存在であったと指摘する見解もある。彼らは徒党を組んで村々を襲い、東海道の馬を奪うと、東山道で、東山道の馬を奪うと、東海道で処分した。特に官票から演技年間には、招待2年に足柄峠、薄い峠に、席が設置されたことが示す通り、 馬の王孔が顕著であった。これらの馬の塔の王孔を鎮圧したのは、平高持、藤原敏人、藤原秀里らの下級貴族らであった。彼らは国師王領史として、勲功を挙げ、不明として土着し治安維持に当たった。近年、武士の発生事態を、東国での馬の塔、西国での海賊の王孔と、その鎮圧過程における、 在地土豪の武装集団の争いに求め、上兵天業の乱についても、これらを鎮圧した軍事貴族の内部分裂によるとする見解が出されている。アミノ、1982宮原、2014、下光位、2001。ありがとうございます。